ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さんありがとうございます。海外でご覧の皆さんありがとうございます。そしてこのビデオ映像を5年後、10年後、20年後、50年後、そして100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2677年平成29年11月15日水曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナルバスター新宿があります。ただいまの時間午後4時少し前です。気温は19度です。言論の自由を街頭で訴え続けております。政治団体君の会長谷川隆です。言論の自由と報道の公正、公正なる報道を街頭でこんにちは訴え続けております。長谷川隆です。本日は後期2677年平成29年11月15日です。後期2677年、この後期という元号はご存知のように日本の初代天皇神武天皇が即位された西暦で申しますと紀元前660年を元年とした年号です。さて本日11月15日といいますとちょうど62年前昭和30年にいわゆる保守合同とされ自由民主党が結党されたこの日であります。そして党の自由民主党の使命としてこの62年前自由民主党の使命として憲法の改正を掲げております。しかし残念ながらこの保守合同をもってしても米国の従属国家である日本がまだ現在においても米国の占領憲法そのままで今日に至っております。残念ながら今や自由民主党も憲法たるものが何であるのか、また日本の憲法である日本国憲法すなわち占領憲法が何であるのかということも忘れ去られているように感じるところであります。こんにちは皆さん。自由民主党はいよいよ憲法改正を掲げております。しかしこの自由民主党結党の62年前の志とは党の使命とは大きく異なった提案がされております。残念ながら新しい憲法制定とまでは
全く向いていないのであります。安倍晋三首相はご存知のようにそそっかしくも憲法9条に自衛隊を第3項自衛隊を派遣すれば明記すればとの提案がされております。誠に情けなく全く不可解な提案と言わざるを得ません。この占領憲法である日本国憲法がいかにいじったところでこの占領憲法はあくまでも占領軍である連合国軍最高司令官総司令部 GHQ が作成した憲法であり、そしてその憲法は私たち日本を占領している、現在においても占領を続けておりますが、昭和22年に施行された、明らかにこの時は米国を筆頭とする事実上の連合国によって占領され支配されている時に、占領軍が作った米国占領憲法を施行されたのです。しかしその憲法たるやあくまでも占領軍が日本を占領し続けるために作成された憲法であり、なおかつ米国が行った日本の広島長崎原爆を用いた大虐殺に対して報復されないように、報復できないように、日本国が報復できないように作成されております。また東京をはじめ地方都市も含め、焼夷弾や爆撃によって民間人を大虐殺しております。これに対しての報復も日本が将来にわたってできないように、こんにちは、できないように作成された憲法であることは明らかであり、また米国の公文書が公開されたことによってその司祭明細が明らかであります。したがって残念ながら現在の日本の日本国憲法が占領憲法であるという歴史的事実を変えることはできません。しかるに自由民主党はその本来の政党の目的を忘れ、今なおかつ米国のアメリカの従属国家日本を米国の従属国家である日本をこのままの姿にしておいていいのかという議論をしておりません。誠に残念であり情けないことです。これが残念ながら今日の自由民主党の姿です。明らかに政党として日本国憲法を改正して独自の自主独立の憲法を制定しようという動きは
日本の政党の中には見当たりません。むしろ残念ながら立憲民主党のごとく占領憲法をそのまま誤示しよう、この占領憲法に立って日本の国家運営をしていこうという政党まであるというこの現実です。どうか皆さん、日本の自主独立のために私たちが今やらなければいけないことは何かを今一度考えてはいかがでしょうか。この度のね、残念ながらそそっかしい希望の党という党ができました。残念ながらそそっかしくね、彼らはリベラルと称してますが、残念ながら何でもありのリベラル、正確に言えば米国従属国家であるいわゆる戦後保守、占領保守を守っていこうという政党に、政党であることは明らかです。今ここに来てまた政治の混乱が始まりました。そして日本の自主防衛は、独立した防衛は一歩も進もうとしておりません。その言い訳として憲法9条がある、そのように皆さん言い訳して終わってます。もちろん戦後占領憲法とはいえ、私たち日本人が、日本国が政治の上でも現実の上でも日本国憲法を育んできたことは、これまた事実です。そして日本国憲法には残念ながら、ご存知のように占領憲法であるがゆえに裏の条項しかありません。すなわち憲法の裏の条項、憲法に必要な条項の中の肝心の表の条項がありません。私たち日本の占領憲法には残念ながら裏の条項しかないんです。それは憲法全文前の文の平和を愛する諸国、諸国に対して武力を持たない、武力の行使をしないという憲法9条があるだけなんです。まさに裏の条項です。現実の世界の中にない、私たちの少なくとも近隣の国々に平和を愛する国があるでしょうか。ソビエト、ロシアは北方四島を占領し、北朝鮮は弾道ミサイルを撃ち込んでよこす、日本人を拉致し、大韓民国に至っては竹島を軍事占領している、中国共産党にしては堂々と隣国を侵略している、私たち日本においては日本の尖閣諸島周辺領海を侵犯し、そして尖閣諸島に、尖閣諸島を軍事占領しようとしている、それも堂々と中国共産党は尖閣諸島をはじめ台湾までもが自国の領土だと言ってる、そしてなんと沖縄までもが中国共産党の範囲だと、
そこに受験を主張しているのです。これが現実なんです。これに対して自由民主党は具体的に行動しておりません。もちろんね、これまで安全保障の関連法を制定はいたしました。しかし残念ながらこれは武力の保持と武力の行使が十分にできる内容にはなっておりません。自由民主党結党62年にあたっても何ら具体的に進展しているものありません。あくまでも米国従属の中で、残念ながらちょろちょろと言ったらいいのか、具体的に進んだところは一歩もありません。確かにね、62年前この決闘にあたっては当時の CIA が日本の保守層に働きかけ資金提供もした。これもさまざまな文書から、公文書からも伺い知れます。まあもちろんね、日本の自由民主党はそれを否定はしておりますけどね、当時の共産主義社会主義を日本から排除、あるいは大きな力を持たせない、そのためには必要な工作であったであろうことは十分推察ができます。自由民主党も私たち日本国民も62年前の昭和30年の自由民主党結党の志を思い出し、また改めてね、まあ、こんにちは、改めてちょっと勉強しましょうよ、ね。まあ、ウィキペディアとかインターネット、お手持ちのスマートフォンでちょっと検索していただければね、すぐ出てきます。自由民主党の歴史もね、まあ裏の部分もちょっとどうかなという思うところもあります。ちょっとお互い勉強してみましょう。それからもう一度憲法の改正について、志について大いに皆さんと一緒に議論しようじゃありませんか。こんにちは。ありがとうございます。